よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと。よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いいえ、結構です。石尾田さん、我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ、それだけわかってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、踊れが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄っちゅう新参に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。春日、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいいがたいしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？ずいぶん気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。でやるよ。私の番ですね。こっち来い。なんで。うわ。よし。とっておきだ。痛い目に。それだ。こいつだ。かかってこい。ほら来いよ。見てなさい。よし、行くぞ。なめるんだ。
私の番です。やるか。どうするかね。どっから来たの？おっしゃ。私の番ですね。敵なし。敵なんだな。幽霊さっぱりだ。よっしゃ。またいい女になっちゃった？まだ成長できるとはな。テンション上がりますね。
強は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しさがいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやであいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシェルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバー。なんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか悪い。また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。たく、まとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。私の番ですね。やっつけてみる。俺の番だな。俺ほら来いよ。やってますよ。これや、絶対負けない。行くぜ、やるぜ。見てろよ。なんや、あっ、
くれる？私の番ですよ。これをどうぞ。ゆっくりなど。とっておき。来てみる。とっておきだ。ほい、来た。回復したぜ。せーら。やめないでくれる？仕留める。私が相手です。んで、お返しや。見てなさい。よし、行くぞ。くらえ。そこだよ。痛い目に合わせます。まだまだ。さあ、てんでお返しや。やってやるぞ。待ちかますぜ。おっしゃ、行くぞ。うわ、あっつ。回復ですね。とっておき。よし、行くぞ。見てろよ。絶対負けない。んでお返しや。ぶっ飛ばして。私の番です。これを。サンキュー。見てなさい。私が相手です。ショーの始まり。俺の番だな。よっしゃ、行くぜ。おっしゃ、行くぞ。うわ、あっつっ。うわ、とどめだ。私の番です。
よし、まだまだ。さて、来てみるのか。苦しむがいい。やるぞ。私の番。やるか。痛い目に合わせますよ。やんのか。見てなさい。さあ、勝者だ。うん、これで元通りだ。やってやるぞ。行くぞ。ぶちかますぜ。おっしゃ、行くぞ。うわ、うん、あっつ。私の番です。これをどうぞ。俺の番ね。そらよ。サンキュー。してみろ。よし。かかってきなさい。さて、ほら来いよ。わかりませんよ。私の番ですね。ほら、出てこなかった。よし、行くぞ。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。さらに強くなれましたね。強くなったか。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよなあ、ナンバー。あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、あ？こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ、当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、随分上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、
お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ。ええ。ねえ、春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね、と言いつつその人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。あ、お久しぶりです、兄貴。ミツ、てめえ、ミツ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが、兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親去ったわ。滅多には会えません。雲の上の人ですから今のおやすさんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え？荒川のおやすさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。
すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。まあうちのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがその気で来たらもう持たないね。そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど。俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか？一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ。ソンヒさん。ソンヒってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか？今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジュルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。おお、何が？孫悲がハンピン・リューマンを束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ。俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。青龍会も感謝してると思うね。青龍会か。ならあの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。あ、貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日君。じゃくれぐれも星野会長によろしく。